ました。これが障害物があることを伝える合図です。その合図をきっかけに隊員がロープを引っ張り、手を触って他の隊員を引き寄せていきます。障害物をかわすため、同じ方向に全員を集結させたのでした。見事なチームワークで障害物を回避できました。すかさず障害物に沿って動き出した隊員、すると水中で要救助者を発見。ロープを何度も引きます。これが要救助者発見の合図です。そしてチーム4人で息を合わせ抱え上げます。見事救助に成功しました。一見スムーズに見えた訓練でしたが、フムさん意思疎通面で課題を残したそうで、実践訓練ではうまくいくのでしょうか。24時間勤務の中、食事も隊員が作ります。